カーンは、フランスの北西部に位置する都市で、カルバドス県の県庁所在地である、カントも表記される、フランスを代表する、城下町の一つ、1999年現在、の人口は約11万4000人、面積は26平方キロメートル、近隣コミューンと合わせた人口は、約20万人、カーン都市圏は37万人の人口を有する、第二次世界大戦の終盤、 ノルマンディ上陸作戦の後、ドイツ軍と英連邦軍により、カーン周辺は2ヶ月近くにわたって激戦地となり、町も連合軍によるドイツ軍を狙った空襲により、聖堂と病院を残し海人に返した。カナダ軍とイギリス軍がカーンを確保したのは1944年7月9日である。町の再建には14年間が費やされた。カーン城カーンは、 ローマ時代にはカットメイゴスとして知られており、ゴールゴでマゴスはノハ原、キャットゥーは戦いを意味する。ローマ時代を通して小さな入植地のままであったが、10世紀にはノルマンディー降の支援のもとで大きな発展を見た。カーンは中世からの歴史を持ち、ノルマンディー降圏イングランド王をウィリアム一世の建てた、城、修道院、教会などの歴史的建造物で知られる。 1060年頃に建てられたカーン城は、西ヨーロッパでも最大級の中世城塞である。また、ウィリアム一世は、王妃マティルダとの結婚を改修するため、町に二つの修道院を建設させた。1063年に完成された、男子修道院は、セイエティエンヌに、1060年に完成された、女子修道院は、セイジルに建造された。両修道院は後に廃止され、 建物は現在はそれぞれ視聴者と地域圏議会議事堂として使用されている。第二次世界大戦の犠牲者への記念として平和記念碑が建てられている。カーン大学は1432年、イングランド王権フランス王ヘンリー6世の叔父で、フランス摂政ベッドフォード工場をブランカスターにより創立された。1438年には、すでに5つの学部を備えていた大学の設立は、 1452年にはフランスオシャルル7世によっても正式に追認された。1944年に空襲により破壊された後、1948年より再建が開始され、1957年に新校舎が落成した。都市交通はバスとゴムタイヤトラムが主力。ありがとうございます。